さん、はい、まあ、前半いろいろこう、まあ、マネージメントだったり、うん、コースの戦略性とかも含め、はい、打ち方も含めやったんで、ちょっと後半はリンゴルフ初になるんですけど、マッチプレー対決をやりたいと思います。初なんですか？初です。よろしくお願いします。なんでかっていうと、まあこういうのもちょっと面白いかなと思ったのもあって、対決みたいな、対決的なちょっと真剣に一打をこう、まあ、ノーオッケーでノータッチ、ノータッチで、はい、とりあえず、はい、まあ、私も初めてだからどうなるか分かんないんですけど、じゃあ本当はレディースティーとレギュラーティーぐらいハンデ欲しいんですけど、もう一ホールも取れないんじゃないか。いいですよ。いいですか？それはこれは美穂さん優しい。戦ってみて。2オンがさ、ほぼ厳しいから、レギュラーティーだと、はい、だからちょっとそこは勘弁してもらって。じゃあ後半は、よし、真剣勝負だ。ガチで。でもこういうのがさ、メンタルで生きてくるからさ。そうなんですよね。ちょっとピリピリしたのやっとかないと。お願いします。お願いします。よいしょ。完璧まで。ありがとうございます。完璧まで。よし、良くなってきた気がする。なんか、お願いします。お願いします。前上がり、前上がりかよ。ナイスショー。よし、いや、いい感じですよ。ドライバー一同士でマッチプレーとかやったことあります？2人ではない。2人ではない。2人ではさすがにないよ、ね、やっぱないですね。考えますけど。そうだよね。いや、なんかこうリンゴルフもちょっと試合っぽいことやるのもちょっと面白いかな。新鮮。新鮮。え、戦い自体は今まであったんですか？うん、ないです。ストローク戦全くない。そうなんですか？全くない。みんな今までエンジョイワイワイゴルフを楽しもうしか取ったことなかったから、だから OK も基本ありだったし、はい、多分これは本当に初の試みです。いいですね。出だし、ワンナップ美穂さん。でも出だしはちょっと差がなかった。そうですね、確かに。あんまり変わんなかったですよね。でも次はちょっとあるんで、ここから巻き返していきたいと思います。はい、左目狙い。よいしょー。てか本当になんか、調子出てきてない。そうですね、やっぱ戦いがあると。前半より多分だいぶ飛んでるよ。あの前半本当に当たってなかったね。え、よしよし、ちょっとちょっと調子悪いからちょっとマッチプレーとかやってみようとか思ったら。やった。
りですよ。コースナイン。いいとこいいとこ。あ、イエーイ。ありがとうございます。ナオさん、はい、私は考えた。はい。聞きます。あの、はい、ミオさんが1ホール取るごとに1本ずつ抜いてってもいいですか？1本ずつ、うん、クラブを減らしていく。1本ずつでいいんですか？やっぱ2本やっぱさ、思ったの、全部取られても9本しか抜けないじゃんと思って。そうですね、全負けは多分さ、イーブンもあるじゃん。はい、あ、全然持ち越しにすればいいか。持ち越しにしよう。持ち越しってイーブンホールは、そう、一気に3本とか。なるほどね、そうしよう。はい、でまず1本抜いていいですか？わかりました。いや、私の何抜ってかさ、58とかさ、52とか抜かれてたらヤバくない？一気に。え、それはなんか どっちが選びますか？そこ結構大事。そうだね、美穂さんが選ぼうじゃん。私選んでいいんですか？うん、これとりあえず、あの、脱いでく方式的な感じで、はい、服もさ、自分で選べるじゃん。靴下から脱ぎますみたいな。そういうこと？うん、ちょっとあのクラブ抜いてく。わかりました。じゃあまず何抜きます？そうですね、とりあえず5番アイアンと5番ウッド。おお、5番ウッドとか抜こうかな。了解です。じゃあまず5番ウッドなくなります。はい、風あるから、風あるから、ピッチングでこれやる。ございます。よし、みほさん、バーディー取ったら2本抜きますからね。それなんかもう入れたい気持ちと入れたくない気持ちが出てくる。そうです。でよく考えたら9ホール全部負けるっていうのはあんまないかなと思って。そうです、ね、結局4本ぐらいしか抜けないんじゃないか的な。それだとちょっと足りないんで、ちょっと増やします、ルールを。わかりました、入れます。はい、わざと外してきたか、抜かせない作戦か。そういう作戦か。そういう作戦もある。チャンス、チャンス到来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 。チョイフック、おー、ちょっと待って、切れないで。惜しい、惜しい。ナイスパー、はい、ありがとうございます。パー取られるよ、普通。これはナイスパー、ありがとうございます。持ち越し、持ち越し。まあ、今日練習器具美穂さんにたくさん持ってきてもらってて、2個目の練習器具、はい、パッドチェッカーっていうのかな、うんうん、これまあ普通に家とかで使ってるんですけど、パターンの練習器具で置いてマットの上に置くの？いや、私はもうなんか普通のフローリングとかに置いちゃってるんですけど、まあできたらやっぱ平らなところが良くて、うんうん、ここにボールを置いて、はい、こんな感じに置いて打つんですけど、うん、これなんかすごい簡単そうに見えますよね、うん、難しいんですよ。ここにちょっとへこみっていうか、このレールみたいになってて、ここ、あ、まっすぐ転がらないといけないの、こうやって。そうです、そうです。あ、こうさ、あ、分かった、最後までレールに乗ってないといけないんだ。はい、で割と強めに打つと、うん、サーって抜けるんですよ。だから逆になんか本当にショートパットみたいな感じに弱くこう打つとすごい難しいんで、へ、かなり練習になりますね。これクローズになってる、オープンになってるよみたいな。そうです、そうです。そういうのを使ったりとか。面白いね。後でやってみよう。あ、はい、後で使ってみます。ちょっと右目狙いで、はい、皆さん、ここ私結構ティー前ですからね。飛ばします。飛ばしていかないと。ナイスショー。てか本当前半と全然違うんだけど、みほさん。なんでお腹空いてたんですかね。お腹空いて元気になっちゃった。元気になっちゃった。風もないし、あったかいし、ゴルフしやすいですよね。
初カメラマン。初カメラマン、ありがとうございます。古いけど目標をしっかり定める。そうですね。これも右目に。ああ、嘘、右目にって言ったのに、なんで左に引っ張っちゃったんだ。ああ、バンカー越えてった。なら大丈夫じゃないですか。池あるよね。池まで届いちゃうのかな。行かない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 。大丈夫大丈夫。ビッグエッジ。と今5番ウッドないの忘れてて探してました。スプーンで打ちます。3番3番。はい、池あるけど。ボールのとこに落としたいくらい。プレッシャーかけてるよ。プレッシャーかけられてるな。あれ、もうマッチプレーですもんね、うん、そうだよ、マッチプレーだからさ、スリーパットとかあんまり関係ないよ。カー狙ってても意味ないんだから、マッチプレーは絶対バーディー。ナイス。あー、ちょっと待って、強い強い強い。嘘、そっち。スライスした。うん、スライスした。持ち越しのバーディーだと4本クラブなくなるから一気ですね。一気になくなる。でもここはそうですね。コントロールしてきた。違うただ弱い、ただ弱い。なんかナイス、ナイスパ。クラブを2本、2本減らしてください。どうしようかな。27、お、ユーティリティ、はい、27と7。ちょっとこの3本なくなりましたんで使えません。